ポエポです。頑張ります、頑張ります。ここは敵じゃないからね。あれ間違った。あ、ん、ライトつけらんないのか。敵地ではないのでね、とりあえず安心して動けるんですけど、ほんとなんか嫌な世界だなあ。こんなところに弾丸が、恐ろしい世界ですよ。暗いな相変わらず。あれ、なんか迷路みたいになってる。ちょっと大丈夫ここも。一応マスクは今してません。びっくりした、びっくりしたなんだ今の、早く行けって。なんでそんなコソコソしなきゃいけないのね。あ、これキノコじゃん。このキノコも意味わかんないんすよ。これ何のキノコなの。あ、入れない。ここだ。ん、誰、ちょっと待って。あ、そっち、うん、なんかお揃いでちょっと待ってなんだか皆さんお揃いで。はい、アルちゃん、君とアンナが無事でよかった。アンナ無事、本当に。今ネットに伏せてる時間はない。我々が探してるダークワンが本当に最後の一人なら失うわけにはいかない。そっか、ダークワンって何なの本当に。なんかさ、殺そうとしてたりさ、なんかすごい貴重な存在みたいにさ使ったり、なんなのね、ねえねえ、本当意味がわからない。隊がいて難民は本当に運が良かった。マシンガンで銃撃されるなんてコルグトの部下は思いもよらなかった。で、うちはまだ全部そこにいっぱい。もちろんだ。何を買うと。こ、買えない。お前がチョロ任すんじゃないかと。何も買えない。そんなこと考えてるのはお前だけだろ。ハンザは支援なくして息を守れない。だが難民にシェルターを提供した。病院もだ。おそらくそれが彼らの助けに。酔っ払いもいるし、はい、はいはい。すまないが許可なく入港はできない。さすがだな。あ、銃撃ってんのかな。こいつをどうせ許可が下りてる。そっか、何者アルチョムってまずそっからですよ。もうフィルターと弾薬を補充しておけ。アルチョム、はいはいはい。この後はしばらく調達できなくなるはずだ。ここに最高のバックショットはハンザ製だ。保証する。連中が戦う理由は何だ。なぜ俺たちはそんなにたくさん入らないだろう。これ、これ何、ボルト、フルシングの金属ボルト。製造コストの関係から希少性があり高額で取引されてる。これ何、何って言っていっぱい買っちゃうんですけど。ヘルシング、ヘルシング、ヘルシングって何。ニューレンジャー、弾薬はいらないか。十分全部ある。俺たちはすでに契約していけよ、レンジャー。取引者の主義者は、もう買えないよね。いい武器が揃ってるぞ。力を貸すのは奴らを牽制するためだろう。ん？あ、そうそうそう、なんだっけ、ショットガン。え、どれだっけ、ショットガン
どれだけわからない銃の名前出ないとわかんないショットガンはない、ここにはショットガンからサイレンサーは外したかったんです。威力がね落ちるって聞いたのでわかんない。まだ来いよレンジャー。ごめんなさい。あ、これほどの品はスタルトでも手に入らないぞ。ずっと前からグレネードもお手頃になったらボリスが対処して銃の名前からわからなかった。今は中立だ。戦争なんかが起きれば交渉オッケーです。アルチョム、ハンザでの検疫にかかった費用を記録しておけ。普段は財布の紐が固い連中だ。わかんない。おそらくポリスとの交渉で新たな切り札として使うつもりなんだろう。ご注意ください、エアロックが開きます。あ、いきなり丁寧な口調になったと思った。あ、また行くの。あ、でも、ね、今度はこの人が一緒にさ来てくれんだね。一人じゃない。こんな時こんな場所でなかったら人生を変えるような出来事だっただろう。しかし僕たちには今この時以外に時間はなく、ここメトロ以外の場所はない。メトロを救うためにやれることは全てやらなければ。僕は急いでダークワンに追いつき、アンナはコルブトとモスクミンの陰謀を父親に伝えなければならない。あ、じゃあアンナ無事なのかな。わからないことだらけ。まもなくマスクしてますね。レッドライン、帝国のリーダーたちがポリスに集まり和平会談を開くんだ。近い近い、あなた近い。だが私は人間の本性をよく知ってるから夜が必ず訪れるように戦争は避けられる。奇跡でも起きない限りな。ショットガン、サイレンサー外さなかったよ。さてダークワンを乗せてトンネルを進む列車には追いつけないだろう。ん？だが別の方法は。ダークワンを乗せて乗るの？よし、行き先はポリスか。なんだかな。いや、乗り継ぎトンネルを開けてくれ。なんだかな。しかし乗り継ぎは行き止まりでとても危険だ。行き止まり？あ、この人についてけか。いや、ポリスへの道だ。開けてくれ。あー、なんかまた出てきそう、まあ、出てくるんでしょうね。いや、今度は多分人じゃなくて、ね、なんかよくわかんない、よくわかんないクリチャー系というかかな。でもそっちの方がいい。発電機に注意しろ。見ての通り行き止まりじゃない。ハンザ当局はそう言い張ってるだけだ。この通路に入らせないためにだ。備えの甘いものなら簡単に迷子になる。もしくは正気を失うだろう。だが私と一緒にいる限り何の危険もない。ちょっとね、練習しながら今練習するなって感じなんですけど。大抵の人々はメトロとはただの。あ、風強い。人間の手で作られた命も魂も持たないコンクリートの塊だと考える。メトロには特別な場所がある。それを見つけた一握りの者たちは二度と戻らなかった。私はそれを運命の川と呼んでいる。なぜなら、ごめん、人の運命を変え過去の過ちを拭い去り別の未来を与えてくれる。消す必要ない。ここも止めてくれる。危ないよね、行ったら。そんなチャンスを渇望し手に入れたいと願う者がその川に入る。そのチャンスが与えられる場所と時間に運ばれていくのかもしれない。 OK、 デンジャーってそのまんまじゃないですか。忘れるな、我々はダークワンを探し出さなければならない。じゃあダークワンはやっぱり殺すんじゃなくて。メトロは命を持ち呼吸をしている。鼓動も何者なの、魂も心もある。まだね、この人マスクしてないよね。した？ちょっと顔してない。
してないね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんもない。ん、あ、あったあった、あ、びっくりした。もうなんなあ、とっとっと、お待たせ、お待たせ、あれ、はい、おお、久々、マスクしてない人の顔を見てね。ここでは注意しろ。あ、間違った、ごめんごめんおじさん、ごめんあー、やられてんじゃん。ん？いける？思わず撃ってしまいましたよ。えい、そう、このショットガン、あの片方だけで撃っちゃうので、こっちなんか壁 よじ登ってくる系。でもね、一応これにしときましょうね。銃、お、来る、お、来る来る、聞こえたか。そう、早っ早っ、ちょっとあ、何その、くるってしたい、当たってないし、はや、あ、やっぱダメだな。あ、ちょっと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 、いやー、やばいやばいやばい。すいません役立たずで、すいませんな、いちいちなリロードしちゃうのがな。でも仕方ないですよね銃変えるべき。間違った、またごめん、もう違う、これどうなの？ちょっと、ちょっと待ってね。こっち？こっちがいいか。クモの巣を燃やしてみろ。ん？はい。よし。クモの巣の向こうに何かある。もっと燃やさないとか。おっとっとっと、おっとっとっと。興味深いな。何かの印か？興味深くないよ。外れそうだ。おお。手を貸してくれ、アルジョン。おお。はい。一、二の。一、二の。このまま燃やせ、アルジョン。やだもん。ほら、ドクロあるドクロ。ドクロあるよ。行っちゃダメってことじゃん。見ろ、水だ。近そうだ。いやだな。もうすぐだ。水って。あれ？何？何？何今の明かり？闇に包まれて迷うとまずい。明かりつけちゃダメ？慌てなくていい。何があったとしても驚く。あ、ダメだ、またこのさ、あ、なんかダメなんだね、きっと明かりとかつけちゃつけちゃっていうか、つけらんないのかな。え、ここは奇妙な場所だ。またお化け出てくる。なんか前もあの出るといい。うそん、そう、
怖いんですけど、こういうのこういうの怖いんですけど。あ、え、ちょっと怖いんですけど。ママでしょ今の。ここに長いは出て、なんで出てみろとか言うわけ。今ちょっと真っ暗、部屋真っ暗なんですけど。電気つければよかった。ちょっと暗い中でやってるので怖いのやめてほしいんですけど。えっ、水に入って運命をどう変えたいか想像しろ。ダークワンを思い浮かべる。何、どういうこと。恐れるな、君はここに来る運命だった。どういうこと、どういうこと、意味がわからない。もっと奥だ、奥まで行け。あー、次行くね。終わらおうと思ったんだけど。ダークワンを思い浮かべろ、川がそこに運んでくれる。ダークワン、おー、なんなん。え、なんで落ちたの。あ、なんなの。で、ダークワンのところに行けるわけ。いきなりこんなミステリーチックなというか不思議な、なんなのこの世界は。もう、え、なん、助かった。っていうかどうして。見覚えはないか、テレビ塔だ。どうして。下にはダークワンの街が見える。謎。君がミサイルを発射した瞬間だ。あ、私前の知らないんですよね。あ、それ、これ、私、川が罪を洗い流し許してくれる。運命を変えるんだ。え、どういうこと。運命を選び自由になれ。え、何、何なの、ちょっとどうしたの、誰、ちょっと全然意味わかんない。は、ここが彼らの故郷だった。意味わかんない。残ったのは灰と意味わかんないよ。何が起こってんの。幻覚。見ろ、いたぞ、ダークワンだ。ダークワン、はい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 、待って、ちょっと急げ。どこ見失ってる。あ、ちょっと待って、待って、見失うわけにはいかない。早い、皆さん早い。ちょっと足元見てないから足元見てないからもうあちこちぶつかるんですけど。どこ行った。痛い。いない、行き止まりか。前にもここに来たの。もう意味わかんない。何、どうすんの。今度こそだ、アルチョム。列車に乗ってる、近いぞ。列車に乗ってる、何、また飲み込まれる。あっ、何、今度何、どこ来たのこれ。もう意味わからない。はい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 、何これ、全部幻。もっと早く進め。全然何がリアルなのかわかんない。あと少しだ、おい。あ、いた、追うんだ。落ちてる。一瞬ダークワンが見えましたね。なんか宇宙人っぽかった。あ、ダークワン、あれ宇宙人みたいだけど。つうか、ほんとこの世界何、何なんすか。あ、また水。
思議すぎる。あ、戻った。なんてことだ、危うく川に飲み込まれそうだった。は？戻った。はあ、使えるようになった。現実世界に戻ったらしい。え？川を出れば現実世界に戻った。あまり遠くには行っていないはずだ。何そのか、この川も何だったの？不思議不思議。遅すぎたか。やられてますけど。何やったの？またここで。大事。だが列車は近いはず。行ける？ここ早く乗れ。あ、乗るんだね。ちょっと待って。今こそ奇跡を起こすんだ、アルチョム。ダークマンについて私が言ったことを全て思い出せ。彼を救え。そうすれば我々を救ってくれるかもしれない。あ、前編っていうか、あの前作が知りたい。前作の内容が知りたい。当然だろう。だがカーンの言葉は真実だった。あれ、今のカーンだったのかな。種族最後の生き残りがいることを僕に知らせた。カーンは彼を最後の天使と呼んだ。そっか、カーンだからダークワンを救えみたいなことを言うのかな。わからない。難しい。次も頑張ります。エウポイポでした。